皆さんこんにちは。今日はうちわサボテンオイルを1週間使ってみたので、そちらの感想とレビューをしていきたいと思います。それではスタート。はい、今回はこちらモロッコ産 100% オーガニックうちわサボテンオイル、こちらをね1週間使ってみました。うちわサボテンオイルって何って思うかもしれないんですけど、アルガンオイルとかホホバオイルよりちょっとお高めで希少価値のあるオイルだそうです。なんか最近ではちょっと有名になってきてるみたいなんですけど、まだまだねあんまり知られてないかなと思います。私も本当最近知りました。希少価値って言ったんですけど、このうちわサボテンオイルを1リットル作るのにうちわサボテンの実を10トン使うそうです。だから生産量がかなり限られてるみたいで、幻のオイルって言われてるみたいです。でこれにはね天然のビタミン E がたくさん入っているので、肌にツヤが出たりとか肌のトーンが上がったり、ふっくらハリ感のある肌にしてくれるそうです。まあオイルだから乾燥ケアにもいいし、エイジングケアにも使えて、そのビタミン E が紫外線から守ってくれたり、シミとかそばかすとかたるみとかまでケアしてくれるみたいです。なんかそれだけ聞くとめちゃくちゃいいですよね。でこれはナイトケアとかメイク前の下地とかオイルパックとかに使えるみたいで、ナイトケアがねおすすめだそうです。はい、で今日はね実際に塗っていきたいと思います。はい、今日はねナイトケアとして使う使い方をやっていきたいと思います。でナイトケアなので、今はね化粧水とクリームまで終わってます。私はそこまで終わらせてからやってます。はい、出してみると、はい、こんな感じです。ちょっと黄緑っぽい黄色っぽい感じです。まあ、このままの色です。でこれを指にとって全体につけていきます。はい、こんな感じです。ちょっと今ね多めに出したのですごいテカってるんですけど、だいたいいつもはワンプッシュぐらいでいいかなと思います。まあ、乾燥がひどい時とかはね2プッシュとかでもいいかなと思います。すごいやっぱ馴染みがいいのでスルッとしてますね。こう肌の上でオイルがヌルヌルするっていう感じは全くないです。なんかねちゃんと浸透してる感があるんですよね。サラサラしてる感じです。で全然ベタベタしないからほんと軽いですね。で香りがちょっとあるんですよ。なんかねこういう天然のオイルを使ったことがある方は分かると思うんですけど、ほんと自然な香りがします。なんて言うんだろう、加工されてないオイルの匂い。私はこういうの何回か使ったことあるのでもう慣れちゃって平気なんですけど、初めて使う方はちょっと匂いが強いかなって思うかもしれないですね。でも結構すぐ消えるし慣れてきます。なんかだいぶ馴染んできました。さっきよりねなんかオイルのテカテカ感がないと思います。塗ったらねちょっとトーンアップする感じも少しなくもない。浸透がいいからかちょっと肌が明るく見える。でスペシャルケアとしてオイルパックっていうのもあるみたいで、今2プッシュぐらいに出したんですけど、5プッシュぐらい出して全体的になじませてラップとかで押さえてパックするのもいいみたいです。でその時はあの100均とかでよく売ってるシリコンマスクとかでもね代用できるみたいです。でラップとかをしたら5分から10分ね蒸しタオルを上から押さえつけるそうです。でそれが終わったらオイルを拭き取って終わりです。それもほんと乾燥とかにねすごい良さそうなので、ひどくなる前にやるのがいいかなと思います。で今回私1週間試してみたんですけど、若干やっぱりトーンアップした感じがあります。1週間前に比べるとちょっとね肌が明るくなったりねツヤが出てるかなと思います。すごいあのやっぱり乾燥とかも気になるし、やっぱエイジングケアをそろそろしたいなと思っているのでちょうどいいなと思います。でさっき私は顔全体に塗ったんですけど、気になるところを中心に塗るのもいいと思います。ここのやっぱり笑いじわみたいなところとかにしっかり擦り込んだりとか、このほうれい線とかにもねいいみたいなので、しっかり塗るのもいいかなと思います。でこれはねナイトケアにすごくおすすめなんですけど、こういう風に軽いのでメイク前のスキンケアとしても使えるみたいです。ちょっとねこれだと多いと思うので、あの1回塗ったらティッシュオフをしてメイクをするっていうのも冬のツヤメイクにいいかなと思います。はい、今日はねメイク前にオイルを使ったんですけど全然重くないですね。メイクが崩れちゃうとかファンデーションのノリが悪いとかそういうのは全くなかったです。むしろちょっと乾燥が防げる感じなので内側がしっとりしてるっていう感じです。はい、ということで差がねありましたよね。なんとなくあの肌のトーンが上がったような感じがします。なんか私はもともと白くはないので真っ白になったっていうことはないんですけど、少し透明感が出たかなと思います。これからね乾燥とかもすごい気になるし、やっぱりこういうところのエイジング
ケアはしたいので、この冬はねちょっと使ってみようかなと思います。でこのオイルが希少でちょっと高めなので、今年の自分へのご褒美とかクリスマスプレゼントみたいな感じで使ってみるのもいいのかなと思います。でかなり実感される方が多いみたいで、リピート率が 80% 以上だそうです。かなり高いかなと思います。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。